ばしました。これ2、3ヶ月ぐらいですね。3ヶ月ね、伸ばして、まあ、成人式に向けてね、今回2ブロック入れまして、ほんで色をこの後ほんのりね、あまり激しすぎず入れつつ柔らかくしながら、ツイストパーマですねしながら、ちょっと初めてのカラーパーマということでいきますね。ちょっと硬い髪質ですよね。はい、すごい。で、柔らかく見せるようにね、いきますので。で、最初に今回はカラーいきます。カラー、パーマをどっちに先にするかいう話は結構いろいろあるんですけど、今回の場合、黒い髪の毛の人が、明るくしてパーマするいうことやったんで、まあ、基本的に明るくしたいということで、パーマを後にします。で、通常でしたらパーマ先にして、カラーするんですけど、なんでかっていうと、なんでかわかります？いや、通常パーマ先にしてカラー後にするんですよ。はい、なんでかっていうと色が落ちないように。おー、パーマ液で色が落ちるので、後からパーマをほんまやったら最初にパーマして後からカラーするんですけど、今回はどっちかやったらね、もう明るく、まあほんのりですけど明るくしたいことなんで、例えば白髪染めの方とかおられるじゃないですか。はい、だったら白髪染めってなるべく白髪に濃く入れたいのに、カラーしてパーマしたら落ちてしまうじゃないですか。で、そういうことで基本的には、パーマが本当は最初で、次にカラーとっていうことになってます。で、もっと厳密に言うと1日1回でパーマとカラーは一緒にしたらダメなんですよ。本当はなんでかというと痛むから。あ、本当はもう1日以上空けてください。ですけど今回はモデルさんということで、こういう動画でね説明させていただきます。お願いします。いますか？初めてでしたんで。ああ、初めてのパーマですよね。かなり楽しみです。ああ、まだね、今仕上がり前の洗う前なんでね、まだ見えませんけど、全体的に、ツイスト当たった状態 で2ブロックですね入った状態なんで、で洗ってからね、はい、見ますのでお楽しみに。初めてもらって、ちょっと最初に軽めにあのドライヤーを根元だけ、はい、パーマってあの基本的にあの毛先が濡れてる方がパーマが出るんですよ。なので根元だけ乾かしてもらって、で毛先が濡れてる状態で、まあ、ムースかオイルかジェルワックス何でもいいんで、まあ、そのタイプによりますの で今回の髪質のモデルさんの場合はあのちょっと固めのモデルさんなので、ジェルでツヤ出していこうかなっていうあの考えでいきます。もちろんワックスとかムースでも全然何でも OK です。基本何使ってます？使うとしたらワックスですね。ワックスですね。でハード系でもいいですね。 むしろハードがあの髪質的に硬い方なのでハードがいいですよね。基本ですよね。それはちょっと分かってました。ハードがいいっていうのは。そうですね、結構ハードは使ってる方ですね。うん、ハードがいいですよね。でハンガー開きの状態ってあの毛先がちょっと湿ってる状態をハンガー開きの状態で置いていただいて、まあ、これぐらいのね状態なんですけど、それは理解できますかね。はい、わかりますかね。はい、で、まあ、どのやつでもいいんですけど、ジェルでジェルをで手のひらに伸ばした状態で、これはワックスでも同様です。手のひらに伸ばしたものを毛先につける。もう基本これだけで OK です。でセットとか難しいとか思わなくて、つけるだけでパーマっていうのがこう形になっていきますので、もうこういうことですね。動きになったらもうパーマじゃないですか。はい、であともうちょっとこだわるとするなら、ちょっと毛先を動かすとか、もうこの時ねじらなくていいんですよ。はい、今までとかやったら直毛の方とかパーマされてない方やったらねじるんよくしてたじゃないですか。はい、そうじゃなくてもうねじらなくていいです。はい、もうあとちょっとこうつまむだけ。ただもう動いてるの見えます。はい、これだけで OK ですっていうやり方がありますので、一旦ちょっと切ってください。はい、で、いきますね。もう仕上がりはこんな感じで、先ほど説明させてもらったんですけど、もうジェル、ま、もしくはワックスムースをつけるだけでもう出るんですよね、この動きが。ほんで最初のビフォーの写真こちらに見せますね。こんな感じで直毛で、まあ、動きがあまりなく黒かったんですけど、こういう立体的な動きになってますので、ぜひね初めてされる方でもこういう感じになりますので、
おすすめのパーマになってますので、今回ツイストパーマで2ブロックです。こんな感じですね。短い方でも結構ここまで、もうこの長さよりも短い方でもいけますので、参考にしてみてください。